というわけでやってまいりました。今日紹介するのはほっぱダンボール、ダンボール、まあ、ちょっと開けてみましょう。これね、ダンちゃん実はね買ってるんです。おおほほほ、あ、楽楽。こういうねビニールのねこういうところがね切れやすいんですよ。これほら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 、はい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 。何を買ったんでしょうね。お、はい、見てくださいこのマーク、フリーメイソンのマグカップと T シャツです。うわー、この箱もちょっと取っとこう。うわー、これね、これちょっと皆さんね、皆さんご存知ですかね、あのフリーメイソン、フリーメイスン、今回ね実はねこの販売元がゴリランドっていうところから、あのフラッシーとかのねグッズを売ってるところなんですけども、そこからねなんとねこれ公式なんですよ。これフリーメイソンの公式グッズがなんと出ておるわけなんですね。あの今までね公式グッズっていうのはなかったんです。本当にねフリーメイソンのメンバーしかね持てなかったというグッズなんですよね。あの偽物はねいっぱいねあのアマゾンとかでね買えたんですけども、まあ、今回ね日本の企業コラボということでね、なんとね公式グッズが、公式グッズが出てるんですよ。これかなりかなりレアですね。これ詳細を見ていきましょう。ピキーン、おてってれー、あーあーすげえこれ、ほら、あーかっこいい、かっこいいっすな。なんでこれ飛びついたかというと、あの九州のねあの長崎ですかね、ハサミ焼きっていうのがあるんですよ。ほらハサミ、ハサミ焼きですね。これほら書いてますね、ロゴが入ってますね。商品自体が結構いいんですよ。あの実はね私ハサミ焼き1個持ってましてね、ほらこれ、これね、これもハサミ焼きのはずなんですよね。あのスタッキングできる感じなんです。ほらほら、あ、ちょうど重なる、ちょうど重なります。あー、あ、いいわいいわ。これ実は陶器じゃなくて磁器なんですよね。磁器っていうとねこうちょっと音がね、こう叩くとね分かるんですけど、こう甲高い音しますよね。で軽いんですよ磁器は。あーいいねいいねこれ。あーちょっともう一つ見てみましょう。はい、こちら、こっちのこれはちょっと高かったんですけどね、7000いくらしましたね。オーガニックコットン、オープン。おお、わわわ、何これ何これ何これ、これなんかちょっと肌触り、何これ、見て見て、ほらこんな、ここにもねプリントがされてあるんですよ、この首のね後ろ部分。わあ、かっちょええ。これでね、これわかるかな。これちょっと立体感があるんですよ。ゴムっぽい感じで、ほら、これタグが入ってますね。オーガニックコットンって書いてますね。綿 100% です。裏側は真っ白ですね。で、表がこんな感じ。ちょうどね、私 L サイズですね。ちなみにですね、こんなチラシ入ってました、他にもねいろんなグッズがあるんですよね。このフリーメイソンの瓶子なんかいいですね。切り箱に入ってますね。はい、というわけでフリーメイソンの公式グッズでした。じゃあねーボーイ。詳しくは下の説明欄をクリックしてね。